毎度、徹子です。韓国では、1ドル1400目前まで、ウォンが暴落したことを受けて、その対策に関心が集まっています。少し前まで、米韓通貨スワップと国を挙げて叫んでいたんだけど、最近は沈静化していました。しかし、ウォンの暴落に対する対策を聞かれた大統領府報道官が、米韓首脳会談で議論する予定と発言して、また、米韓通貨スワップの大合唱が始まりました。ニュースの詳細。来週、ユン・ソクヨル大統領の米国国連総会出席を機に開かれる韓米首脳会談で、韓米通貨スワップをめぐる議論が一定部分行われるかが注目される。大統領室の経済首席秘書官は、16日、立山大統領室ブリーフィングで、米韓首脳会談で通貨スワップが議論される。締結される可能性はあるかという質問に、首脳会談でどのように議論がなされるかは首脳同士が会わなければわからないと言論的な答えを出した。一方、今年5月の米韓首脳会談で外国為替市場について密接に協議すると首脳間で言葉を交わし、財務長官との会談もあったため、関連する共通の関心事であるため自然な議論があると予想すると説明した。米韓政府が通貨スワップを中心に議論する可能性があるのか、両国中央銀行間の協議もあるのかを尋ねる質問には、両国首脳が外国為替市場について緊密に協議することにしたという面で言えば、さらに踏み込んだ議論があるかもしれないと語った。とのことです。あかん。1ドル1400ウォン寸前までウォン安が進行したため、隣国ではドル流動性スワップ、隣国側呼称は通貨スワップの大合唱になっています。隣国の大統領府は国連総会を機に米韓首脳会談、日韓首脳会談が開催されるように調整していると公表しましたが、具体的な中身も議論になっていて、米韓首脳会談で通貨スワップは議題に上るのかと、通貨スワップ再開への期待感が高まっています。今回ご紹介した記事で記載されているように、隣国は通貨スワップに異常な執着を見せています。米韓首脳会談で議論される可能性はあるか、米韓首脳会談で締結される可能性はあるか、米韓首脳会談で中心議題となる可能性はあるかと気持ち悪いくらいぐいぐいと迫っています。チェ・サンムク経済首席秘書官は原則論で回避しようとしたんだけど、国民が望む回答をしなければ大変なことになると感じたのか、自然な議論があると予想すると、さらに議論があるかもしれないなどと答えてしまったみたいです。米韓首脳会談が行われたとしても、バイデン大統領が通貨スワップについて協議する可能性はほとんどないと思われるのですが、国民は通貨スワップ再開を望んでいます。隣国の国内で大騒ぎすることで、米国がちゃんとその騒ぎを見て、願望に応えて話題として取り上げてくれることを期待しているのかもしれません。しかし、米国は多忙なので、関心を示すことはなさそうです。日韓首脳会談に注目が集まっていますが、米韓首脳会談の方も楽しみになってきました。いつものように全力で空振りすると思うんだけど、どんな感じで空振りするのか楽しみです。ほんで、隣国では、ウォン安が、いよいよ1400ウォンに迫り、通貨スワップが必要なんだと叫ぶことが増えていますが、同時に、バイデン大統領とユン・ソクヨル大統領が首脳会談を行った際に約束した通貨安定についての協力はどうなったんだと、米国の態度を非難する声も日増しに高まっています。ここで、ちょっと記事を紹介しますね。今の世界外国為替市場は、まるで巨大な賭博場のようだ。賭け金、金利を上げる余力があれば生き残り、なければ死ななければならない、非常なゲーム版だ。米国が高物価を抑えるとし、先に金利引き上げレースを始め、誰もが考慮を叫んでいる。それに伴い、巨大なマネームーブが始まり、賭け金が落ちた国々から倒れている。スリランカが、4月、外貨流出に耐えきれず、デフォルト、債務不履行を宣言し、パキスタン、バングラデシュは、国際通貨基金 IMF に救済金融を要請した。エジプト、ガーナなどもその後に続く見通しだ。直ちに有事の際に備えた消防ホースが必要に見える。
その一つが韓米通貨スワップだ。通貨スワップは一種のマイナス通帳だ。急を要するときにドルを相手国から限度内に引き出して使い、後で利子をつけてウォンで返す仕組みだ。韓米通貨スワップは外国為替市場で効果が保証された保険だ。2008年の世界金融危機の時、威力を発揮した。当時、隣国銀行と企画財政部が互いに通貨スワップ締結の項を掲げ、顔を赤くしたほどだ。しかし、今回はどちらも消極的だ。しないのか、できないのかわからないが、締結当事者である隣国銀行側は、その可能性も必要もないと言い切る。別の代替案として浮上したのが通貨協力体系の構築だ。去る5月21日、米韓首脳会談の時、両国は持続可能な成長と秩序正しく機能する外国為替市場を含む金融の安定を促進するため、外国為替市場の発展について緊密に協議する必要性を認識すると共同声明を発表した。通貨スワップよりも、より確実な保険という評価が出た。しかし、どうしたものか、その後、情報は一切出ない。過去に、多くの危機説が説だけに終わった理由は、徹底的に準備したからだ。今は、未曾有の複合経済危機であるのに、対応は、壊れたレコードのように変わらない。ファンダメンタルは良好だ、状況を適宜注視していると話すだけだ。確実な安全弁が必要に見える。アメリカに、その役割を期待するのが無理なのだろうか。とのことです。隣国は、米国が、買いため市場を含む金融安定について、米韓で協力すると言ったので、これは、通貨スワップよりも確実な保険だと思っていたみたいです。これは、隣国側の勝手な妄想なのですが、都合のいい妄想をして、越に浸っていたのに、ふと現実を見てみると、米国が何もしてくれなかったので、米国は何にもしてくれないと激怒しているんです。今回のウォン安進行は、米国がインフレ退治のためにドルの流動性を絞りにかかっていることが原因なので、米国の動きが止まらない以上、基本的にはウォン安は続きます。20から21日に迫っている FOMC 連邦公開市場委員会では、またジャイアントステップ 0.75% の利上げをすると見られています。このように流動性を絞る状況で、隣国にドル流動性スワップ、隣国側故障は通貨スワップを提供するとは考えられません。ウォン安進行を止めたければ、ウォンの流動性を米国以上に絞るしかありません。そのために利上げをするのですが、隣国の場合、企業負債、家計負債の爆弾に火がついたら国が終わってしまうので、最初から利上げ競争で負けているんです。こちらがお隣さんの反応です。アメリカは、緊縮の真っ最中なのに、隣国とスワップをすると思うか。経済音痴と聞いていたが、それを超えるレベルだったようだ。大統領室には、税金泥棒しかいないことを国民は知った。まずは、迎賓館を新たに作ると発表したことについて国民に謝りましょう。ユン・ソクヨル大統領は、アメリカの意図を間違って理解している。それさえもわからないなら、大統領を辞めてください。ペロシ議長が訪韓した時は会わなかったくせに、通貨スワップを締結してとせがむ行為はみっともない。何もせずに寝ていてください。前政権の業績を自分のものにしないでください。通貨スワップがどういうものなのか知った上で交渉しているのですか？30分間でバイデンと岸田に会わなければならないと聞いたんだが、そんなことは不可能です。為替防御のために、昨日1兆ウォン、約970億円使ったくせに、今更何を言っているのか。スワップを結ぶだけでも、ユン・ソクヨルを支持します。以上が国民の反応です。隣国銀行のイチャリオン総裁は、米韓通貨スワップ締結で、ドル強を防ぐことができるというのは誤解だと指摘しています。そのことを踏まえて、隣国は、0.25% ずつの利上げが望ましいと意見表明しています。隣国にしては珍しい理性的な対応ですが、多くの国民には常識が通用しないので、こういったまともな発言は通じないのかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。